がり下がり、そう下がり下がり、それこそちょっと短く持っちゃいたい気分なんですけど、これはあでも短く持ってもどっちでも大丈夫、あっちそう、どっちでも平気、はい、いやナイス、うまいいですか、うまいうまいうまい、あんま何もあれですよ、考えてない、考えてない勘ね、勘ね、感覚大事、これも右に行きやすいんでしたっけ、これも右行きやすい、ただ100ヤードの看板狙うのがいいんじゃない、でも怪しいよね、 OK、 で基本的にはまあボールの置く位置だけ変えてもらえばいいかなと、はい、ドライバーの構え、はい、そうボールの位置を変えてもらうってちょっと正面で見てたんですけど、うん、はい、平らな時だいたいもう振っていきますって振ってった時って左足のこのちょっと内側ぐらい、かかとの内側ぐらいを こすってんの分かります、芝、はい、こうやって振っていった時、うんうん、はい分かります、ここちょっとハゲてるとこ、ちょうどかかとの内側の延長かな、これがこの傾斜に行くとこうやって振ってった時にどこ触れてるか分かります、左左、ああそう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 、右ちょっと見て、右の左、そうですね、後ろですね、重心の後ろ、そうここですよね、はい、だいたいまあかかとの内側まで行かなくてもこの傾斜だったら真ん中よりも全然右ですよね、うん、はい、だからこの触れたところに置いてあげないとボール、ここが最下点になるんで左足下がりの場合、それをさっきみーちゃんの場合ね、真ん中ぐらいになってたかな、このぐらい、なんでここの最下点を通過してから上がりが取られるから、さっきみたいにトップしたりとか、なるほど、ちょっと1球目みたいにダフっちゃったりとかしちゃうんで、基本的にはこうやってボールが来たら、ボールのボールがこうやって来ました、来たら手前でこうやって構えてちょっとこうやって素振りをしてあげる、こうやって、まあ、2回ぐらいでいいかな、ちょっと多分こすった位置が大体わかると思うんで、そこの位置にボールセットして打ってあげましょうという感じ、なるほど、で基本的には打つ幅とかはそんな、振り幅とかは振れるだけ振ってもらえればいいかな、これも重心落とすで合ってますか、落とさなくて大丈夫です、あこの場合はそうなんですね、ここの傾斜はあんま変わらないです、さっきはボールと自分の立ってる位置の高さが違うんで重心落としてもらったんですか、はいはいはい、今回はこっちなんで、はい、つま先とかかとに関してはほぼ高さ一緒ですよね、はい、そうだから重心を落とすとかしなくては大丈夫です、で次左右のこの高さを合わせなくちゃいけなくなるんで、ちょっとボールを右側に置いてみて、なるほど、でボール右に置くとボールの高さってどうなりますか、ボールの高さ、そうボールを通常のこういう真っ只なところでもいいけど、はい、いつものところよりも右に置いたらボールってどうなりますか、で出る球はどういう球が出ますか、出る球がこっちに置くときとこっちに置くとき、高さが出ない、あ、そうです、そうなんですよ、なので左足下がりの場合はボールが高く出ないので1球目みたいな低い球になりやすいっていう感じです、低い球に出てるのをまたあの綺麗なホーム線をイメージして上げ落としちゃうとザクってダフるんで注意で、低い球にちょっと右に行きやすいですよっていうことだけちょっと頭に置いておいてもらいたいっていう感じ、そもそもが低い球が出るよっていうのが正解なんですよ、そういうことです、そう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 、で一番苦手とする人多いかな、この傾斜多分みんな、そうですね、なんでなんで長いクラブは持ちにくいはずなんですよね、要は長くなればなるほどロフトって立つじゃないですか、立ってるものを余計立たせるんで当たらなくなってきちゃうっていう感じで、9番持ったって結局右に置いたら8番とか7番ぐらいのロフトにはなっちゃうんで、だから私はちょっと短めのクラブを使うことをおすすめするっていう感じ、あそうですね、はい、出すことを、そう、まあ、こんなところで結局乗せようとかっていうのは100上げにするには別にいらないっていうか、なんかこうどうしてもパー取りに行かなくちゃいけないとかじゃない限り基本的には狙っていかないかなっていう、
だとりあえずあの次打ちやすいようなところに出してあげるっていう意味ではちょっとまあ9番ここまでの傾斜に行くと9番限界かなっていうか、うん、ウェッジでもいいぐらい。そうなんだ一回でも長いので打ってみれば多分分かると思う。これはねもう経験だね実際に体験して覚えてもらうのが早い。はい、そうそうそう振り切ってね振り切って、そう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  OK。っていう感じになっちゃう。もうロフトが立ちすぎちゃって全然ボール上がんなくなっちゃうんで、ちょっとロフトあるやつの方が、結局この場合だとまあ芝生がちょっと刈ってあるから行ってくれるんですけど、実際だったらラフに行ってることが多いじゃないですか。と今ぐらい低くなっちゃうと多分その芝の抵抗でザザザって言ってまたラフから出ませんでしたとかってなりやすいんで、そう。なるほど。そうそうそう。確かに。してそう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 、うん、だよね、ナイス。だ結果的にさっきの UTT より切り出てるの分かりますか。はい、そういうこと。ちょっとそれ何番で打ってるんですか。はい、何番で打ってるんですか。9です。そうなんですよ。すごいですね。アンデレターが7、8、相当違う。8、7、6、U、5それ4です。4だから5番手ぐらい違うのに、うん、そうなんかどの球が正解なのかが確かに勝ってなかった気がします。どこでもやっぱさっき言ったみたいにこう綺麗なポーンっていくのをイメージしてました。まあ、できることにはできるんですよ。だちょっと応用編が入ってくるみたいな。うん、100キーだとそこまで求めなくても大丈夫よってことだよね。森ちゃんさん、後ろから見て若干右向いてるような気もするんだよね。ちょっとその辺も見てあげると嬉しい。多分100をライレクトに狙っちゃうとちょっと右に行きやすいから100より左に狙わなきゃいけないやん。じゃあ100よりも右行っちゃったらスクワットイエーイ左向きますよねどうするこれチーピンとかしたらいいんですよ左行けば。そうああ素晴らしい素晴らしい素晴らしい。だってめちゃめちゃ150のホールいやでも大切ですよね。絶対こっちには行かせないって言ってそうなっては向いてる方向まっすぐ、うん、うん、でも素晴らしいで向いてるすぐ打てるのが、うん、回避回避。じゃあ次100と150の間で行きましょうか。その100と150の間よりも左行っちゃったらダメ。左行っちゃったらダメ、うん、あの幅です。そう、やりすぎダメってこと。いいじゃん。いいよな。素晴らしい。かけんけんナイスで。なんだ、じゃあずっとさ、こうやってさ、こうなったらスクワット10回ねって言いながらさ、回ればいいんじゃない、うん、あ、次池があるから、あそこ入っちゃったらスクワット10回ねって言えばさ、いけそうだね。いけだけに。気をつけた。スルーされちゃった。真面目モード入ってます。ごめんちゃん被ってるからその真面目なの聞こえてないんでもう一回お願いします。番手選びが大事。今ほら、うん、これでうまく打てればいいやで、別にいくつ飛ばそうが変だし、あんまりそこには欲がないからね。ないから。うんうん、もし150がグリーンですってなったら9番が持てるかってそういう話になった。よく出したよね確かにそうですね。ここが150がグリーンですでしたら9じゃないです。はい、多分はい、はい、それをゴルフ場で次はやってもらいたい。実際のその景色の中でこれを選んで打つっていうのを慣れてもらいたい、うん、確かに。これで多分自信ついてるから、うん、でも9は絶対打てるから9より下げることはしなくていいじゃん。
はい、これやりましょう。今度ゴルフ場に行った時、はい、150がグリーンで9を持つ。そう。でもじゃあちょっと言うていて、ちょっと打ってみて。先生がですよね。先生が、先生が、先生が。こんな強さで言っていってたら分かんない。怒ってる。おこおこ。まないって。なんかもうマルチなこの人。いや。うわえ、その女ですよ、ボール低くしっかり打てたなと思ってもやっぱちょっと低く、やっぱロフトが立つからね。その道具ってあんな飛ぶんですか？そうだね、向こうの打席に届いちゃいそうだよね。この高さが普通に半分ぐらいになってた。半分もいってます。半分の1割しかいってない。なんか生き生きしてる、その道具が。ああ、こんなさ、え、こんだけ綺麗に出てるのに使わないんですか？距離稼ごうと思わないですか？これあのみゆちゃんの道具だから、これクラブ短いのもあるんですね。あ、短いし軽いから打ちやすいっていうのもあるんですけど、私はメンズ用の使ってるんで、もっと実際は長いから違うのかも。なんか使っても7番とかですかね、まあ、無理するとチョロするんだよ。へえ、いいこと聞きましたね。それをいいよな、遊び始めた私が。てかそんなあんなに飛ぶんだこのドライブあれって、ユーティリティって言ったら、こうやって上げようと思えばできるんですけど、ね、さっきもちょっと上がったみたいな。でもやっぱ打ち方変わっちゃうんで、それはそれこそさっき言ったみたいにベースがある人だったらいいけど、そうそう、100ギリには絶対必要ないからね。うん、言う通り、うん、そうそう、ボギー叩けませんとかってなった時とかに頑張って、次のステップでね、90切るとか、あれ注意しましょうとか続けて、ちょっと失敗。来年の私の壁って感じですね。いや、来年かわかんないけどね。ってな感じで、そう、つま先下がりと左足下がりは、それぞれその辺で打っていくよとか。はい。あとはそのさっきも言った通り、ここはそういう打ち方だけすればいいっていうのが、はい、実際の路上に行くと、はい、別にここだったら距離出なくてもいいっていう、なんかあるじゃないですか。それがやっぱね、150ヤードとか先にやっぱグリーンがあるとなった時に、今みたいな打ち方と今みたいな番手選びができるかってところなので、まあ、それは次のゴルフ場でやるラウンドレッスンの時とかに実際にちょっとやってもらって成功体験を積んでもらおうかなと思います。はい、うん、よくなってるよね。そう、え、なんかしかもなんか最初がすごい硬くなかった。あれやってんの、あのあれを、あの森ちゃんから教えてもらったやつ。あれ買った話しましたっけ。うん、買ったったの。見せないのかも。前回いや、動画で見た。うん、なんかチラッと出てた。確かにガチガチ感がだいぶなくなって、なんかすごいこうリラックスして、そう打ってたから、そう、なんかすごいなんか変わったと思って。嬉しいです。一回お休みすると私の成長に気づけるんですね。じゃあまた休もう。いや、もしかしたら僕がいるからぎこちたくなっちゃってるのかなと思って。あの意識してないです。あ、大丈夫です。あ、まあ、良くなっててよかった。そう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 、そう、今日はそう、この後もちょっとあの、まあ、森ちゃんの前回のラウンド見てて気づいたこともあるっていうんで、まあ、打席とあとショートコースの方も使ってやりたいと思うんで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。では、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。